皆さんこんにちは、大地です。今日4月13日、皆様いかがお過ごしでしょうか。4月に入ってからね、もう毎日のようにこの長い、ビデオを投稿してて、毎日必死になって見てくださってる方もいるんじゃないかなと思うし、ダメだこれまとめてみようっていう人もねいるかもしれない。お疲れ様です。まあコツコツ、やってください。僕もね、ご多分に漏れず、新型コロナの影響で、まあ集合の研修がなくなったりとか、それからあとはね、まあいろいろ仕事も変わっていて、でまあ逆に、忙しくなったところもあるし、まあ出ることもなくなったからとかね、何か仕事がなくなってこの少し、時間ができたりしたこともあって、まあ今後もですね、ボリュームのある、ビデオをね、シリーズもので、いろいろ出していこうと思ってるんで、まあ、ご興味に応じて活用していただけると嬉しいなというふうに、思っています。で今日は簡単に2つね、でもとても大切なこと、皆さんとシェアしたいと思います。はい、じゃじゃん、ね、1つ目、これね、ハーバードの先生が、まあ、心理学の、ね、先生が言ってたんですけれども、運動しないのは憂鬱になる薬を、飲んでるようなものであるということで、本当にね、これ外出られない状態とか運動減っちゃう状態ってすごく苦しいね。で、やっぱりストレスもたまるし、それからやっぱり体を動かしてないと、人間の体ってね、もっともっとこの使うことが前提とされて進化してきたものなので、やっぱりこんなにね体を使わないとやっぱりバランス崩しちゃうんですよね。で、もう最低限ね、1時間ね、その週に1時間何か意識的に運動するってだけでも、メンタルへのね悪影響っていうのがこのね低下していく傾向があるって言われてますから、まずはだから1日10分でもいいんですよ。なんかほら今、YouTube でもいっぱいダンスのビデオとか出てるじゃないですか。で私も家族に笑われながら自分でやってますけど、そういうのしながらね、とか朝とか夜とか、その人と会わないような時間帯は少しねこの散歩をしたりとかで、やっぱこの運動するっていうのと、少しでもこの自然とかね、人工的じゃない環境に触れるっていうのは我々のこの体にとってね、すごくいいものですから、ぜひその時間を取ってください。どうしてもできないときは室内でもできる運動っていうのを、ね、1日10分でもいいから、やるということをぜひ心がけてみませんかというのが、1つ目で、2つ目がね、自分を成長させるような目標への取り組みっていうのを、せっかくだからこの機にやりませんかっていうことなんですよね。これね、コーチングをね、まあ、してるじゃないですか、僕はね。で、クライアントさんにね、目標を聞きながらね、やっぱりね、大きくね、2種類の人がいるなと思うわけ。で、1つの人は、もうなんか自分が成長しないっていう前提で、要は、もう今持ってる能力というものを使って、でなんかこのどこまでいけるんだろうとか、どのぐらいの目標がいいんだろうとかね、なんかそういう発想で目標を作る人が1パターンで、もう1パターンは、いや人間ってこの学習していくし成長していくし変化していくんだよっていう前提で、やっぱりなんかこの辺までは自分ちょっと今どうやってできるか分かんないけど、こういうとこまでは可能性あるんじゃないかなと思って目標を立てる。でいわゆるねストレッチ目標っていうのとも少し違うんですよね。なんかストレッチってこのね、まあ本来ここなんだけど無理やりみたいなところがあるけど、そうじゃなくて、やっぱもうねやりたいことがあってこの辺までいけるんじゃないかなってね、こうなんか自然とこう思えるようなタイプの人といて、やっぱりねもちろんそういう人の方が成長もするんですよ。なんでかって言ったら、成長が前提で目標を立てるから、だから他の人のやり方とか新しいやり方とかをやっぱ学んだりとか考えたり試したりしようってなるんで、結局学習するんですよね。でこれからね絶対その能力が必要だと思う。やっぱり今もう世の中が大きくこう変わってきちゃってるし、でやっぱりね戻そうって言ってもこれもう戻らない流れになってくんじゃないかなと思うんですよね。でそういう新しい世の中にこの対応していくっていうことね。でその時にはやっぱりなんか自分はまだまだ変われるんだと、これねこういう研究もあるんですよ。なんか大人ってね、過去の自分が成長してきたことは認めるんだけど、これから同じように成長変化していく可能性っていうのはね、この矮小化してしまうというか低く見積もってしまうっていう、そういうねバイアスがかかる傾向があるっていう指摘もあります。
ってだからね我々大人はねなんかねもっともっと自分は成長できるんだっていう伸びしろをね感じられた方がいいね。だから何か自分の伸びしろを感じさせてね自分がやれるんだっていうねこの効力感をアップさせるようなタイプの取り組みをしてみるといいんじゃないかなっていうことこれ何でもいいです何でも。で僕もねこの機会だから少し勉強してみようとかって思ってあの統計学のね勉強を少し始めたりとかあのしてたりね。でいつも何らかねあの楽器をね練習してたりするのもやっぱりなんか新しいこと自分はやれるし成長できるんだっていうのをやっぱりちょっとなんか認識したいというかね感じたいというのがあるわけだからどんな目標でも結構なんですよ。何か、新しいねスポーツでも趣味でもいいしそれから勉強でもいいし、ね、何か始めてみるとかあとは今持ってるもので何かねこの、さらにブラッシュアップしていくとかってやりながらでなんか効果が実感できる要は成長可能性を実感できるような目標を持って、ね、なんか量をこなしたっていうだけじゃダメなのね。あ自分って成長できるんだっていうような小さな目標で構いませんから持ってあ今日も成長した今日も成長した今週も成長したこういうふうに思えるとねメンタルも健全になるししかもねこれからこのポストコロナ時代の、のね対応っていう意味でもあのそういう感覚を持ってるとすごく大切だと思います。ぜひあの何かね小さいことでいいんで目標を持って成長実感しましょう。あとは体を動かして、メンタルもね体も健康を保ちましょうということです。それではまた。